2017明治安田生命 J1 リーグは第31節です。残り4節になりました。ヴァンフォーレ甲府、ヴィッセル神戸、目指すものは違いますが互いに大きな目標があります。残留を争う甲府、そして一桁順位を狙いたい神戸という構図です。さて夏に F マリノスから来た左利きの高野、コーナーキック、高いボールが来ました。田中裕介がセカンドボール、スクリーンをかけて高野クロス、ビンスが止めて右足で狙ってきた。際どいシュートでした。甲府やはりリンスは相手が前にいようが打ってきますよね、足を振りますよね、はい、今のも相手の足に当たったんですかね、コーナーキックですね、これで渡辺博文は左大森を使う。小出がいい食いつきだ、小出が奪って黒木パス、来たチャンス、リンス決定機、リンスシュート、まさに狙い通りですよね。小出のボールハント、黒木が起点を作って、最後はリンス、ドゥドゥ不在難の甲府先制です。いや見事に、采配も的中しましたし、一人一人のストロングポイントがいかんなく発揮できたシーンでしたよね。雨の個性、甲府が先手を取りました。スピードダウンしませんでしたよね、しっかりリンスの足元、そして黒木の足元にボールがつながりましたよね。これで1本懐に入れます。渡辺一馬がキープ、自分で抜きに行く、クロスを入れた、ハーフナー、マイク空から破った神戸、195センチ、まさにハーフナー、マイクです。もうストロングポイント発揮しましたよね。これをやったら得点できるというね、もう見本のようなプレーでしたね。リンスが行きます、リンスが行く、低いクロスボール、逆サイド、高野、いや見事なシュートでしたね。後半開始直後、夏に加わった新戦力高野、左足、甲府勝ち越し2対1。もうここしかないっていうところに左足振り抜きましたね。ウィングバックトゥウィングバック、右から左、最後高野、蹴らされて、それでも小川がシンプルに大月を走らせるパスです。おー、ちょっと滑ったぞ川田、なんとか粘った、おっと大月だ、これで神戸追いつきました。50分、ちょっとこう荒いですかね、処理誤りましたよね、大月が最後まで追いかけていったっていうのもあったんですけれども、はい、もうセーフティーにやってよかったのか、キーパーとのこれ連携ですよね、はい、ここね、あとちょっと川田が滑りましたよね、うん、この前ですけども、であと荒井も最後処理しきれませんでした。追い越してボール止めた小川のクロス、ハーフナー、ヘディング、よく走った小川慶次郎、そのスピードが行きました。そして待っていました、195センチ、ハーフナー、マイクです。分かっていても決めますね、ハーフナー、マイクね。フルス対決、ハーフナー、見事な2ゴール、神戸リードです。慶次郎も本当ここよく走りましたよね。ここカズマを下げて小川を残したのがここでプラスに出ました。新井のクロスボール、チャンスだ、ヘディングシュートだー、ちょっと外か、いい形になりましたが、ね、新田といい形で入ったんですけどね、はい、このやはり決定力の差というところになってしまうんですかね。が蹴る、これでゲーム終了の笛です。決勝点は85分、ハーフナーマイク、ヴィッセル神戸逆転でこのゲームをものにしました。2対3。
敗れた甲府勝ち点28で足踏み、一方のヴィッセル神戸は勝ち点これで44、2年連続の一桁順位へ向けここで大きな3ポイントを積みました。